宗教郵便局は、京都府京都市中京区にある郵便局。民営構えの分類では、周廃普通郵便局であった。住所、郵便番号604-8799京都府、京都市中京区三条通り東動員、東イルシア町301871年の郵便制度発足時に、東京、大阪と共に設けられた郵便役所を前進としており、 日本で最も歴史のある郵便局の一つである。設計、定信章、施考、安藤組1902年に建設されたネオルネサンス様式赤レンガ作りの美しい外観が特徴である。当局の面している三条通りのこの一帯は、京都文化博物館別館や日本生命京都三条ビルなど、明治期以来の近代建築が多く残っていることで知られ、 京都市から歴史的界隈景観地区に指定されている。また本局者は京都市登録有形文化財であり、景観重要建築物として指定もされている。1973年には改築計画が発表され、1974年に一旦は局舎の取り壊しが決定したが、反対運動などもあり、最終的には外壁を残したままで内部のみを新築する。 建築手法を用いて改築された。この手法は歴史的建造物の保存などを目的として多く用いられているが、この中共郵便局者が日本で最初の実施例である。1998年には建設省により公共建築100選に選定されている。ありがとうございます。